キャ。俺の前で他の男の名前呼ばないでくれる？七クマ。私は小林ゆい、七クマ大学に通う2年生。ゆい、ゆい、おはよう。双葉ちゃん、みゆちゃん、おはよう。はぁ、昨日サークルの飲み会で明け方まで飲んできたからきっつー。めっちゃ休みたかったけど単位落とすとやばいから頑張ってきたよ。双葉ちゃんはいつも元気で明るいけど勉強はちょっと苦手だから途中で止めたでしょ。酔っ払った双葉を連れて帰るの大変だったんだからね。みゆちゃんはしっかり者で頼れるお姉さんって感じ。二人とも私の大切な友達だ。お疲れ様。ゆいはサークルで飲み会とかないの？私のサークルは子供たちに絵本の読み聞かせをしたり、児童養護施設でボランティアをしたりするのが目的だから、その後に反省会はするけど、飲み会って感じではないかな。ゆいは幼稚園教諭目指してるもんね。私は小さい子のお世話するのは得意じゃないから高校教師目指すけど、私は教育学部入ったけど教師やれる気がしないから公務員か一般企業かな。そっか。はあ、ゆいも私と一緒にイベサーとかオーランとか入ればよかったのに。え、イベサー、オーラン、わかんないんだけど。イベサーっていうのはイベントサークルで、いろんなイベントを企画するサークルね。で、オーランはオールラウンドサークルで、大学生活をより楽しくすることを目的としたサークルだから、ま、どっちも飲みサーって感じだけどね。私はそういうノリはちょっと苦手かな。それに未成年だし。ゆい、これから講義か？あ、りょうくん。うん、そうなの。今私に声をかけてくれたのは吉沢亮介くん。小学校からの幼なじみで同じ大学に入ったんだけど、私は教育学部、彼は法学部だからあまり顔を合わせることはない。俺も毎日1限から5限までびっしり講義入ってて忙しいよ。法学部大変そうだね。サークルでの勉強会もあるからな。でも充実してるよ。涼介くん、講義行こう。始まるよ。ああ、すぐ行く。私、昨日の刑法の講義休んじゃったから、どんなんだったか教えて。あ、ずるい。私も。わかった。じゃあな、ゆい。双葉ちゃん、みゆちゃんもまたね。うん。またね。頑張ってね。法学部って男子が7割ぐらいらしいけど、吉沢くんって女子からモテてるみたいね。そうだね。りょうくんは昔から女の子から人気あったよ。イケメンで背が高くて頭が良くて、将来は弁護士目指してるんだっけ。スペック高いよね。弁護士じゃなくて検察官目指してるんだって。そりゃ女子がほっとかないよね。うん。ゆいって吉沢くんと幼なじみなんでしょ。いいな。幼なじみの関係って憧れちゃう。幼なじみから恋人に発展とかさ、少女漫画の鉄板じゃん。そんなの全然ないよ。りょうくんとは会えば喋るし、仲が悪いわけでは決してない。でもお互いの家を行き来することも、一緒に遊んだりすることももうなくなったし、彼は大学からは一人暮らしを始めたので会うこともめったになかった。成長するにつれてどんどんりょうくんとの距離が広がっていくのを感じるな。ゆい、吉沢くんが好きなの？え、いや、私なんかがりょうくんを好きだなんて迷惑だよ。何言ってんの、ゆい。吉沢くん、さっきも女子たちから声かけられてたし、グズグズしてると誰かに取られちゃうよ。りょうくんが誰かと付き合っても私が何か言う権利なんてないし、
りょうくんにとって私は単なる幼馴染でしかないって分かってるから。そんな顔しないでよ。私がいい男紹介してあげるからさ。いいよ。私恋愛なんてできる気がしないもん。そんなこと言ってたらいつまで経っても彼氏できないよ。彼氏欲しくないの？恋愛したくないの？そりゃ私だって彼とか素敵な恋愛とか憧れるけど、知らない人と話すの苦手だし。もう良いってば。大学生にもなって彼氏の一人や二人作れなくてどうすんの？そうだ、もうすぐ良い誕生日でしょ。そしたらお酒も飲めるようになるわけだしさ、パーッと盛り上がってついでに彼氏も作ろうよ。おっしゃ、それじゃあ私合コンセッティングする。そんなわけで私は今合コンに来ています。今日ね、ゆいの誕生日なんだ。だからみんなでゆいの誕生日のお祝いしよう。へえ、そうなんだ。ゆいちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。いきなり名前でちゃん付けされちゃった。じゃ、まずは自己紹介しよっか。国際経済学部の黒川健人。双葉ちゃんとみゆちゃんと同じサークルで知り合ったんだけど、ゆいちゃんとは初めてだよね。よろしく。あ、どうも。俺は岡田新一です。俺も同じ飲みさ。飲みさ言うなし。オーラン言うても飲みさっしょ。それな。今日はみんなで盛り上がろうぜ。どうしよう、このノリについていける気がしない。で、君誰？俺も知らねえ。あ、彼はね、私の友達を連れてきたんだ。自己紹介お願いできる？田中一郎です。こいちっちゃ。田中一郎くんだって。みんなよろしくね。ずっとうつむいてて目も合わせようとしないけど、無理やり連れてこられたのかな。なんか申し訳ないな。それじゃ、ゆいの誕生日を祝って。乾杯。ありがとう。う、苦い。もしかしてゆいちゃん、ビール飲むの初めて？はい、今日で20歳なんで。真面目だね、ゆいちゃんは。そうですか。ねえ、ゆいちゃんの誕生日っていつ？5月9日です。え、じゃあ本当に今日が誕生日なんだ。ってことは、誕生日を一緒に過ごす彼氏とかいないってこと？はい、そうですね。双葉ちゃんとみゆちゃんが誕生日をお祝いしてくれるのでよかったです。それじゃあさ。ねえねえ、今日はごくごくの日なんだって。5と9でごくごくってことか。だから今日の七熊居酒屋のビール大ジョッキがなんと100円だって。ってことでみんなでごくごく飲むぞ。おう。私、5月9日はアイスクリームの日だって聞いてたけど、今日七熊アイスが100円だったらしいよ。嘘、そうなんだ。ビールよりアイスが良かったな。ゆいちゃん、ビールが苦手ならカクテルはどう？甘いのなら飲みやすいと思うよ。じゃあそれにします。でもまだビール全然減ってなくて。じゃあそれ俺がもらっていいかな？あ、はい。でもそうすると間接キスになっちゃうよね。で、そんな小学生みたいなこと考えてるからいつまでも恋愛できないのかな。じゃあ俺のおすすめスクリュードライバー、オレンジジュースが入ってるから飲みやすいよ。ジュースに近い感じなのかな。じゃあそれにします。岡田新一、勝負だ。望むところだ。たく、
あんたたちは懲りないわね。あれ、ビールがない。あの人、さっきから誰とも喋らないでずっと一人でいるな。あの、大丈夫ですか？こういう場所、私も苦手で。話しかけてみたものの、何を話せばいいかわかんないよ。はい、ゆいちゃん。ありがとうございます。ほんと、見た目オレンジジュースみたい。おいしい。すごく飲みやすいです。よかった。それじゃ乾杯。乾杯。それからも私はカクテルを飲んでたんだけど。ゆいちゃんってさ、真面目だし、ほんと可愛いよね。俺の周りにいないタイプで、ゆいちゃんのこと気になるかも。頭がぼーっとしてきちゃった。それに、すごく眠いかも。すみません。ちょっと失礼します。トイレに行ったら少しは目が覚めるかも。そう思って歩き出そうとしたんだけど、その途端ぐらりと揺れて私はよろめいてしまった。わっ。そして私は力強く抱き止められていた。大丈夫ですか？すみません。あれ、この声聞き覚えがある気が。でも頭がぐるぐるして考えられない。ゆい、大丈夫？あら、ゆい酔っ払っちゃったね。うわ、みゆちゃん、双葉ちゃんに迷惑かけてしまって申し訳ないな。でもダメだ、意識が遠ざかって。それなら俺がゆいちゃんを家まで送るよ。田中君、俺にゆいちゃん預けて。それはできません。え？そんなやり取りがされていることなど私は知る由もなかった。喉が渇いてる。胃がぐるぐるする。なんで？そして私は合コンでお酒を飲んで酔っ払ったことを思い出した。そうだ、私酔っ払って、その後どうしたんだっけ。ふと布団の感触がいつもと違うことに気づいた。それから部屋の匂いも。え？ここ私の部屋じゃない？ふと隣に人のぬくもりを感じて、恐る恐る横目で見ると男の人の背中が見えた。まさか黒川さん？私の記憶では合コンではずっと黒川さんとおしゃべりをしてお酒を飲んでいた。もし私が男の人と同じベッドで寝てるなら、黒川さん以外考えられない。私、なんてことを。その時、黒川さんがごろりとこちらに向き直ったかと思ったら、両手をついて私に床ドンしてきた。キャッ。俺の前で他の男の名前呼ばないでくれる？違う、私の目の前にいるのはりょうくん。なんでりょうくんがここにいるの？これでどう？あ、田中くん。田中くんはりょうくんだったんだ。目合わせたり喋ったりしたら絶対にバレるって思って必死に隠してたけど、バレないのもまた寂しいもんだな。え、りょうくん、どうして？どうしてって、ゆいに彼氏を作らせないためだろ。え？
そのためにみゆちゃんにお願いして合コンメンバーに入れてもらった。ふたばちゃんは嘘が下手そうだから内緒にしてもらったけど。そうだったんだ。でも、なんで？そんなの、わかるだろ。そこまで私のこと嫌いだった？違う、ゆいが好きだからに決まってんだろ。でもりょうくん、そんな素振り全然見せてなかった。俺はゆいにかっこいいって思われたくて、好きになってもらいたくて、そのために勉強もスポーツも頑張ってきた。学部は一緒にできなかったけど同じ大学入ったし。でも大学に入学したらりょうくんは一人暮らしを始めて、私はさらにりょうくんとの距離ができちゃったって感じてたよ。それはいつまでも親に頼りっぱなしだとダメだと思って、ちゃんと自立した大人であるところをゆいに見せたかったんだよ。そうだったんだ。全然わかんなかった。俺恋愛はすげえ不器用なんだ。ずっとゆいのことが好きだったのに全然行動に移せなくて、ただ遠くから見守ってるだけだった。でもゆいが合コン行くって聞いて、このままじゃダメだって思ったんだ。だったらそのまま来ればよかったのに。ゆいが俺のいない合コンでどんな風になるのか知りたくなくて。でもめちゃめちゃ後悔したよ。あんな軽いやつにコロッと騙されて、甘いけど強いカクテル飲んで酔っ払うし。あれって強いお酒だったの？まあ13度ぐらいはあるんじゃないかな。ジュースの量にもよるけど。そうだったんだ。知らなかった。ごめんね、りょうくん。ゆいは黒川が良かったのか？そんなことないよ。本当に？本当だよ。でも酔っ払ってあのままお持ち帰りされてたかもしれないんだよ。それでも絶対に抵抗する。私はりょうくん以外には触られたくないから。そうなの？私もずっとりょうくんが好きだった。でもりょうくんはどんどん遠い人になっちゃって、諦めなきゃいけないんだって勝手に自分に言い聞かせてたの。今も俺のこと好き？好きです。嬉しい。りょうくん？いや、私りょうくんに抱きしめられてる。え？気持ち悪い。わ、トイレ行こう。はい、水飲んで。お騒がせしました。せっかく告白されて思いが通じたのに、酔っ払って吐き気が来るなんて恥ずかしい。ねえ、これからは俺だけ見て合コンになんて行かないでね。はい。実はさ、前からゆいの20歳の誕生日に告白しようって決めてたんだ。そうだったんだ。ゆい、誕生日おめでとう。これプレゼント。ありがとう。箱を開けるとそこには私の好きなチューリップのネックレスが入っていた。かわいい。嬉しい。ありがとう、りょうくん。改めて言わせて、ゆい、俺の彼女になってくれる？うん。こんな私ですが、よろしくお願いします。ああ、やっと言えた。私も長かった幼馴染の関係が崩れ、私たちは恋人としての第一歩を踏み出しました。俺、独占欲強いから。
覚悟してね。はい。今までとは違う亮君を見せられそうな予感です。いろんな意味でドキドキしちゃうよ。あの田中一郎って吉沢くんだったの？そう、ゆいが合コンに参加するって聞きつけて、俺も参加させてって吉沢くんに頼まれたの。え、なんで私は聞いてないわけ？双葉は嘘が下手そうだから黙っといてくれないかって頼まれたの。ま、それは私も激しく同意するけどね。ちょっと、どんだけ信用ないのよ私。吉沢くんってあんなにスペック高いのに、意外と恋愛は不器用みたいで、ゆいのことずっと好きだったのに告れなくて。ゆいはあの性格だから、吉沢くんのこと好きでも諦めてたから、これで二人うまくいくといいよね。え、ちょっと待って、それじゃ俺当て馬にされたってこと？そういうこと。あんた軽いから絶対ゆいんとこ行くと思ってたんだよね。確かに俺は軽いけど、ゆいちゃんは違うって思ったんだよ。本気で恋してもいいかもって思ったのに、なんだよ。ケント振られてんの、くさ。うっせえ、彼女いないお前に言われたくねえし。俺、できたよ彼女。は？双葉ちゃんと付き合うことになったんだ。ねえ。ねえ。マジか。なあミユ。はあ？あんたさっきユイのこと本気で好きになれそうって言ってたよね。どの口で私のこと口説こうとしてんの？すんません。明日ユイから彼氏できました報告聞くの楽しみだね。だね。ああ、今日も憂鬱な一日が始まるのか。足りーな。俺は長谷川和志、七熊大学教育学部を卒業し、七熊高校で教鞭を取ることを夢見ていたが、配属されたのは六虎高校だった。さて教室に行くか。廊下を歩いていると、ヤンキー座りした目つきの悪いヤンキーや地べたに座って喋るギャルたちが大勢いる。何ガン飛ばしてんだったやめ。すみません。六虎高校は偏差値が低く、試験を受ければ誰でも受かると言われている。俺の隣のクラスには地元で有名な泣く子も黙るレディースチーム、ベニヤ社の総長やそのメンバーたちもいて、校内の治安はいいとは言えない。おはようございますって挨拶返してくれるやつなんているはずねえか。出席を取ります。誰も聞いてねえ。俺は完全に生徒たちに見下され、バカにされていた。ゴミ出しがされていませんが、今日のゴミ当番は誰ですか？やることあって忙しいんだわ。つうことでよろしく。え？日直さん、黒板をきれいにしてもらえますか？はあ？んなのやったら服汚れるじゃん。やだし。それな。それでは、どなたか黒板をきれいにしてくれる人はいますか？てか、てめえの授業なんだからてめえで黒板消してきれいにしろよ。そうそう。それでは、教科書39ページを近藤さん読んでもらえますか？では安藤さん、では田中さん。さっき帰ってったけど。そうですか。マジで？その中でも特にこの生徒、山口ひとみにバカにされていた。山口さん、机じゃなくて椅子に座りましょう。たく毎日毎日同じこと言わせやがって。ああ、私がどこに座ろうとあんたに関係ねえし。瞳最高つえ。
俺だって好きで言ってんじゃねえっつーの。いや、これは授業を受ける態度じゃないですし、他の生徒にも迷惑がかかりますので、ね。授業を受ける気ねえし、他の人だってそうだし。てかつまんねえ、あんたの授業とか聞く価値なくね？ SNS やってた方が楽しいし。言えてる。そうそう、私ら SNS で忙しいんで授業やってる暇ないの。ああ、どうせ俺の授業はつまんねえよ。てか、楽しくしたところでお前ら聞いてねえだろうし。そんなこと言わず。それと授業中は携帯電話の使用は禁止です。携帯電話ってスマホだろ、スマホ。わざとだっつーの。そうですか。ああ、今日も疲れた。思い描いた生徒たちに親しまれる理想の教室像と俺の今とはあまりにも違っていた。こんな時はビールでも飲んでゲームやって寝るに限るな。って毎日か。おう、アツシか。今度の週末みんなで集まろうって話してんだけど、カズシも来るだろ。行きたいけど、中間テストの試験問題作んないといけねえんだよな。カズシ、まだ先生やってんのか。まあ、なんとかな。お前が先生になるとは思ってなかったわ。俺も。ロクトラ、相変わらず荒れてんのか。まあな。ま、あの頃と比べりゃ可愛いもんだけど。お前が実力見せりゃ、一発で言うこと聞きそうだけどな。バカ言うな。今はめちゃめちゃ規則厳しくて、問題起こしたら即クビだぞ。ははは。そうなったら俺の事務所で雇ってやるよ。やめとく。そういうなって。お前に向いてると思うんだけどな。まあ、本当にクビになったら考えてやるよ。おはようございます。教室を見渡すと、いつもは机の上に座って騒いでいる山口ひとみが今日はおとなしかった。山口さん、今日はちゃんと席に座っていますね。別に。その後もいつものようにギャル友と集まってバカ笑いしたり、スマホを見せ合ったりする様子が見られなかった。何かあったのか。まあ、おとなしくしてくれてるからこっちとしてはありがたいがな。それからも山口ひとみの元気がない様子は続いた。ねえひとみ、なんか最近ノリ悪くね。そんなことねえし。あ、ごめん。山口さん、山口ひとみさんは今日も欠席ですか。その後、山口ひとみの欠席が続くようになった。授業を真面目に聞かなかったり、態度が悪いのは当たり前になっていたが、こんなことは今までなかった。住吉さん、安藤さん、何か聞いていますか。俺はいつも山口ひとみとつるんでいる住吉さなと安藤マリアに欠席の理由を聞いたが。聞いてねえし。てか連絡してもずっと未読だし、なんなん。うちらずっともだと思ってたのに。ずっともというのはずっと仲良しの友達という意味らしい。ヤンキーギャルの友情は熱い。特に山口ひとみは友達を大切にしている感じだったので意外だった。そうですか。親とも連絡つながんねえし、めんどくせえけど家庭訪問するしかねえか。学校が終わると俺は山口ひとみの家に向かった。うわ、かなりのボロだな。俺のアパートよりひでえわ。台風でも来たら吹き飛びそうなボロアパートの2階が山口ひとみの家だった。これ壊れねえよな。ようやく階段を上りきり、山口ひとみの家の扉の前に立った俺は絶句した。すげえな。扉にはたくさんの張り紙があり、金返せ、返せないなら借りるな、クズなどと書かれていた。原因はこれか。チャイムを押したが音が出ず、扉をノックして呼びかける。山口さん、山口ひとみさん、担任の長谷川です。開けてください。しばらくして扉が開いた。あんただったのか。
てか、何の用だよ。山口さんが連絡もなく学校に来ないのと、親御さんにも連絡がつかなかったため、直接様子を伺いに来ました。今日、親御さんはいらっしゃいますか？ママは働きに出てる。パパは、借金残して、いなくなった。それで扉に金融会社からの張り紙がたくさん貼ってあったんですね。これ、すべて剥がしておきました。こんなことしてもまたすぐに押しかけてくる。てか、あいつら、うちの借金のこと学校のやつにも言いふらしてやるって言ってたんだけど、来てた？そんなの脅しですよ。学校は部外者が簡単に入れるような場所ではありません。そっか。お母さんは山口さんが学校を休んでいることを知っているんですか？知らねえ。っていうか、パパが家出して出稼ぎに行ってからずっと帰ってきてねえし。出稼ぎっていつの時代ですか？それにしてもあなたのお父さんは厄介な闇金からお金を借りてしまったようですね。もしかしてママ乗り飛ばされたのか？どうしよう。落ち着いてください。まだ決まったわけではないですから。毎日毎日借金取りが家に来て震えながら隠れて、学校にも行けなくて電話もスマホも止められて、サナにもマリアにもこんなこと相談できなくて、もうやだ。解決策は必ずありますから。お願い、私を助けてよ。山口瞳は見たことがないような弱々しい様子で俺に助けを求めてきた。先生に任せてください。その時、俺のすぐ後ろの扉がどんどんと鳴り響き、山口瞳の顔が一気に青ざめた。おい、いるんだろ？中にいんな分かってんだ。借金払えないならお前が体で払うか？来た。山口さんは隠れていてください。え？でも、あんたはどうすんだよ。話をつけます。あんたみたいな陰気教師が叶うわけないだろ。おい、聞こえてるぞ。無理やり扉き破るぞ。いいから任せてください。わかった。お前山口じゃねえな。誰だ？娘さんの担任教師です。お前が代わりに金払ってくれんのかよ。まさか。しがない教師は給料が低いので、自分の生活だけでいっぱいいっぱいです。それじゃあどう落とし前つけるつもりで？ざっけんじゃねえぞ。暴力はいけませんね。どうする？どこまでなら正当防衛として認められる？おい、いつまでかかってんだ。兄貴、どうしたんですか？そんな青い顔して。早くその人を話せ。え？何言ってんすか？その人はな、ロクトラ最強ヤンキーと恐れられた長谷川和志さんだぞ。え？ロクトラの猛虎っすか？あの、数々の伝説を打ち立てたという。懐かしいね、その響き。すげえ。笑顔なのにこんなに怖くて迫力があるなんて。オーラが半端ねえ。失礼しました。君たちかなり強引な仕事してるみたいだね。いえ、そんなことは。俺のダチの事務所にこれから電話していい？それだけは勘弁してください。とりあえずうちの組に迷惑かけるのやめてくんねえかな。仕事が増えて迷惑してんだわ。組に事務所って、やっぱ長谷川さんヤクザになったのか。わかりました。二度と長谷川さんの組のお嬢さんには手出ししません。それじゃあ散って。はい。今の何？あれ、もしかして見てました？え、どうしました？顔がいい。ああ、
メガネを外したままでした。なんで戻しちゃうの？教師らしくないかと思いまして。いやいや、さっきの方が絶対にいいって。っていうか、喋り方もさっきの方が全然いいし。ああ、もう全部バレちまってんのか。ポカしたな。それが長谷川先生の本当の姿なの？実は俺もロクトラ出身でさ、昔はやんちゃしてたってわけ。だから自分の母校で働きたくなかったんだよな。やんちゃどころか最強のヤンキーって言われてたじゃん。私だって聞いたことあるよ。うちの学校の伝説、ロクトラの猛虎。うわぁ、生徒に言われるとはずいな。かっけーじゃん。俺は尊敬して憧れられる先生になりたいんだって。尊敬するし、マジで憧れる。それ別の意味でだろう。とりあえずダチに連絡してあいつらの片付けるから。なんだよ。いや、マジで別人みたいだなって思って。じゃあ電話かけてくるから。俺はアツシに電話で事の成り行きを伝えた。わかった。借用書揃えてくれるか。かなり不当な利子払わされてると思うから、うまくいけばかなりの金額を減らせると思うから。悪いな、頼む。アツシはあんな見た目だが弁護士だ。あいつの事務所に任せれば借金問題をうまく解決してくれるだろう。生徒のために一肌脱ぐなんて、いい先生やってんじゃねえか。当然だろ。それと、もう一つ調べてほしいことがあんだ。山口、安心しろ。お前の母親は売られたわけじゃねえ。親戚のみかん農家に出稼ぎに行ってただけだ。そっか。よかった。電話もスマホも止められて連絡できなかったから、手紙を送ったって言ってたぞ。督促状ばっかで、怖くてポストの中見てなかった。それと、お前の親父が契約してた闇金業者は、不当な利子をふっかけてたから、俺のダチが何とかしてくれるから。親父も見つけてやる。ありがとう。ねえ、なんで、そこまでしてくれるの？なの決まってんだろ。もしかして私のことが好きとか？お前は俺の生徒だからな。何か問題があったら教師を辞めさせられる。もう期待して損した。なんだよ。別に。翌日、私は久しぶりに学校に行った。ひとみ、心配したんだよ。会いたかった。何があったの？サナ、マリア。私も会いたかった。ひとみ、どうしたの？私は勇気を出して、パパが借金を残して家出したこと、ママが借金返済のためにみかん農場に出稼ぎに行っている間に借金取りが来て脅されていたことを話した。そんな大変な目に遭ってたなんて言ってほしかったよ。そうだよ、私らずっともだって言ったじゃん。サナ、マリア。でもさ、学校に来たってことは解決したの？うん、長谷川先生が家に来てくれてさ。は？長谷川が来て、それがどう解決につながるわけ？てか、ひとみ、なんでいきなり先生って呼んでるわけ？それは。おう、授業始めるぞ。え？誰？長谷川の代わりの先生？超イケメンなんだけど。長谷川先生。え？マジか！欠席のやついたら手あげろ。いねえな。よし。欠席だったら手あげれねえだろ。てか、マジで長谷川なのかよ。見た目もだけど、口調も態度も全然違えんだけど。おい、
長谷川って下の名前なんだった？確か、カズシだっけ？嘘だろ。六虎の猛虎。長谷川カズシだよ。え？六虎の猛虎って、あの、伝説の？嘘でしょ？まさか、あの長谷川が。本当だよ。私、金融業者を追い払った長谷川先生見たもん。すごい迫力だった。すっげえ、俺らの先生が六虎の猛虎とか。伝説が目の前に。俺を射程にしてください。私、今の長谷川ならありかも。伝説の男の女になりたい。ちょっと長谷川先生は私が。ん？長谷川先生は私が？何？本気で好きになっちゃった？もうからかまないでよ。でも、サナとマリアの言う通り、私先生のこと好きになっちゃったかもしんない。それじゃ授業終わり。あざした。明日もどうぞよろしくお願いします。おお、気をつけて帰れよ。俺が素で教師やるようになった途端、嘘みたいに生徒たちが言うこと聞くようになった。最初からこうしてれば楽だったのか。先生。山口、まだ残ってたのか。今日は大丈夫だったか？はい、先生のおかげで。それはよかったな。そうだ、休み時間に確認したらお母さんが電話料金の支払いしてくれたって。これ電話番号だ。ありがとう。しばらくは大変だと思うが、何かあったら俺を頼れよ。その後、山口の親父が遠洋漁業の漁船に乗り込む直前のところを見つけ出し、払えるぐらいの残債となったことを伝えると家に戻り、母親も出稼ぎから帰ってきた。親父にはたっぷりお灸を据えてやったから、もうバカなことはしねえだろう。先生、私先生のこと好きになっちゃった。バーカ、10年早いんだよ。10年ってせめて5年にしてよ。卒業してお前がいい女に成長してたら考えてやる。でも俺、頭の悪い女は嫌いなんだよな。勉強頑張るし。それで大学入ってたくさんの人に会うといい。そしたら俺のことなんてすぐ忘れちまうから。忘れないもん。だって、初恋なんだから。はは、若いな。バカにしないでよ。バカにしてねえって、可愛いって思っただけ。うわ、もうずるい。じゃ、俺はダチとの集まりがあるから行くわ。先生、私絶対いい女になるから待ってて。期待しないで待っててやるよ。その後、俺と山口瞳がどうなったのかは教えねえ。カズシ、何してんの？ん？お前が高校生の頃のアルバム見てた。わあ、懐かしい。けどあの時、山口瞳のことを可愛いって思っちまったのは事実だ。俺、真島圭介はなぜか突然会長に呼び出され面談を受けていた。君が真島くんか。はい。君の開発部での仕事ぶりは聞いているよ。独創的なアイデアでありながら、顧客のニーズに対応した商品を開発し、聞く者を納得させるプレゼン力がある。会長から直々にお褒めの言葉をいただき、ありがたく思います。そこで今回、君に我が社の重大なプロジェクトを担うリーダーを頼みたいと思ってね。リーダーですか？
チームメンバーはすでに決まっている。こちらが資料です。開発だけでなく企画、営業、ホーム、情報システム、マーケティング、CS と各課から集まったメンバーだ。うわ、ほぼ年上。それに役職者もいる。本当に私がリーダーでいいんですか？君に任せたいんだ。これで失敗したら責任重大だ。今回はチーム付きの秘書をつける。業務のスケジュール管理、電話対応、メンバーとの連携と情報の共有、資料作成、会議のセッティングや雑務など、チームのメンバーが業務に集中できるようサポートするから安心してくれたまえ。ありがとうございます。チーム付きとはいえ、秘書がつくなんてすごいな。さくらくん、れ、高山くんを呼んでくれるか。かしこまりました。どんな人なんだろう。おじい。こふん。会長、お呼びですか？綺麗な人だな。入ってきたのは、美人だけど近寄りがたい雰囲気のある女性だった。この度、チームリーダーに任命された真島圭介です。どうぞよろしくお願いします。高山玲奈です。まだ秘書課に配属されたばかりで。だが、秘書としてやるべきことはしっかりさくら君から教わっただろう。そうですね。みっちり叩き込まれました。それは頼もしい限りだ。よろしく頼むよ、高山君。はい、お任せください。精一杯チームの皆さんをサポートします。なんか異様な雰囲気だな。翌日からプロジェクト本部が第一会議室に置かれ、各部から任命されたメンバーがチーム一丸となってプロジェクトを進めることとなった。緊張する。プロジェクトリーダーとなりました真島圭介です。どうぞよろしくお願いします。おいおい、こんな若造の元に着くのかよ。俺より年下か。納得できかねますね。よく思わない人もいると思ったけど、やっぱ来たか。チーム付き秘書の高山玲奈です。え、いきなり高山さんが出てきた。会社の命運をかけたプロジェクトにはメンバーの連携が何より大事だと会長から伺っております。もし会長が任命したリーダーにご不満でしたら今すぐお帰りください。すげえ、一瞬で黙らせた。真島さん、失礼しました。それでは続きをどうぞ。どうも。ではまずはチームメンバーを知っていただく上で皆さんにも自己紹介をしてもらいたいと思います。それからプロジェクトについて詰めていきましょう。企画の吉永だ。これまでいくつもの企画を打ち上げてきた実績を買われプロジェクトメンバーに抜擢された。どうぞよろしく。企画部部長、威厳があるな。法務部の氷室です。社則はもちろん会社法、金融商品取引法、税法のトライアングル、近年重要となっている個人情報保護法に至るまで会社に関するあらゆる法律を熟知しております。これが法務部のドンか。圧がすごいな。営業の池下です。この度素晴らしいプロジェクトに優秀な皆さんと共に携われることをとても光栄に思います。営業の知識を生かして貢献しますのでどうぞよろしくお願いします。さすが営業のホープは口がうまいし話に引き込まれるな。マーケティングの栗原です。リサーチはもちろんデータ分析や広告宣伝などあらゆるマーケティングに関わってきました。プロジェクトの要になるのがマーケティングだと考えていますのでどうぞ皆さん頼りにしてください。栗原さんのリサーチや分析力が鋭いことからマーケティングの魔術師って呼ばれるようになったんだよな。 CS カスタマーサービス部から参りました榊と申します。企業が取引数を増やし業績を伸ばすために一番重要な顧客に焦点を当て新規顧客が継続顧客となっていくようなプロジェクトを目指したいと考えています。こう一点になりますがどうぞよろしく。 CS のカリスマ榊さん、こう一点って言ったけど
高山さんのことはチームメンバーとは考えてないってことかな。はあ、なんとか終わった。ケスケ、おつ。ああ、リクト。お前がこのプロジェクトにいてくれてよかったよ。企画部長に法務部のドン、営業のホープ、マーケティングの魔術師、CS のカリスマとすげえメンバーが集まってるもんな。いきなりプロジェクトメンバーに抜擢されて驚いたけど、まさかケイスケがリーダーとは思わなかったわ。俺もだって、会長から直々に面談があったんだぜ。すげえ、俺会長と喋ったことねえわ。なんか、独特のオーラがあった。オーラといえば、あの秘書、高山さんだっけ？あの人もすごかったな。文句言ってた上の人たちを一気に黙らせて、いやー、しびれたわ。俺リーダーなのに情けねえよ。まあまあ落ち込むな、頑張ってこうぜ。お疲れ様です。あ、高山さん、先ほどはありがとうございました。面と向かうと何も言えないくせに陰でこそこそ陰湿な悪口を言うような人が許せないだけです。でもすごく助かりました。仕事ですので。では。高山さんって美人だけど近寄りがたい感じするよね。うん、いい人だとは思うんだけど。俺たちはプロジェクトに向けて指導したわけだが、それじゃあお前の望むような商品作りはできない。これは規則を外れます。最近のトレンドを見る限りでは、まずは大きな顧客を獲得することからだろう。お客様の満足度が優先よ。それぞれ意見を主張し、なかなか話が進まなかった。まずは商品戦略の策定からまとめていきましょうか。その前にデータ収集でしょ。お客様にアンケートを実施したらいいんじゃない。どう会議を動かしていったらいいんだ。その時高山さんがスッと手を挙げた。皆さんの意見を打ち出して、ステップごとにフローチャートにまとめてみましたのでご覧ください。おお、これはすごくわかりやすいですね。ではまずは全体戦略は企画と開発で協力して案を練っていきましょう。製品市場戦略はマーケティングと CS、 そして営業で協力した上でホームの意見を聞かせてください。分析に関しては情報システムの協力をお願いしたく思います。俺が高山さんをちらっと見ると、彼女は澄ました表情で座っていた。もちろんこれはチームプロジェクトですので、全員が情報を共有できるようにしておきましょう。あ、会社のシステムにプロジェクトチームのファイルをすでに設けてあります。社内メールも今皆さんが所属する部とは別に作ってありますので、それを使ってください。ありがとう。企画開発にしても、市場戦略にしても、広く意見を求めたいと思っていますので、皆さんの忌憚のない意見をぜひ聞かせてください。よし、やるか。久しぶりにワクワクしてきたな。俺もですよ。また高山さんに助けられたな。慣れないことすると疲れるな。だな。でもこれから数ヶ月は一緒に仕事するんだから円滑に進めたいよな。となればやっぱ飲みニケーションだろ。中にはそういうの苦手な人もいるかもだけど、聞いてみるか。プロジェクト以外にも仕事がある人が結構いたため、都合がなかなか合わず、親睦会は2週間後に行われた。おい、リーダー、乾杯の挨拶しろ。え、こういうのは吉中さんの方が得意なんじゃないですか。俺、こういうの得意だから代わりに温度取ろうか。いえ、こういうことは得意不得意ではなく、役職によって決まるものかと。で、ホームのドンが言ってるぞ。ほら、真島くん、しっかりやりなさい。ケイスケ、頑張れ。この頃には親睦会は必要ないんじゃないかと思うぐらいメンバーの距離は縮まり、いい雰囲気になっていた。高山さん以外は。高山さん、いつもみんなから離れたところにいるんだよな。高山さんはプロジェクトを支える重要な存在にもかかわらず、自分はこのチームのメンバーではないと考えているのだろうか。そう思うと残念な気持ちになった。ではプロジェクト成功を祈りまして、乾杯。乾杯。乾杯の後、俺は高山さんの隣に座った。
いつもプロジェクトがスムーズに進むよういろいろと気配りしてくださりありがとうございます。仕事として当然のことをしたまでです。こう言われると何も返せなくなるな。高山さんに言葉で壁を作られているような感じがしてしまう。あ、もうグラスが空ですね。どうぞ。どうも。高山さんっていける口ですか？ええ、真島さんも？両親が九州出身のせいかザルだって言われます。へえ、それじゃ飲み比べどうですか？いいですね。飲み放題とはいえあいつらすごいペースで飲んでないか？うっはー、やるな。ケイスケ大酒飲みなんですよ。高山さん大丈夫かな？いい勝負みたいだけどね。あの子ツンツンして可愛げないって思ってたけど、あんな一面もあるのね。俺は目の保養になるからどっちでもいいけどね。栗原さん妻子持ちですよね。問題発言では？とりあえず時間も時間ですし、会話お開きにしましょう。タクシー呼んだから二人乗せろ。これタクシー代だ。さすが吉中部長。ケスケ、高山さん大丈夫か？俺は全然大丈夫だよ。もちろん二次会行くよな。私だって全然大丈夫です。いや、君たちかなり飲んでたでしょ。酒の失敗は黒歴史を生むよ。栗原くん、とても重みのある言葉ね。私も過去の失敗を思い出したわ。ほら、タクシーが来た。二人は途中まで同じ方向だから一台で帰るといい。ほーら、よっと。ちょっと。え？それじゃ運転手さんよろしく。まだ飲み足りないのに。ですよね。お客さん、最初の家に着きましたよ。真島さん、飲み直しましょう。え？めちゃめちゃ力強いんだけど。家にお酒のコレクションがあるんです。行きます。うわ、これは圧巻ですね。珍しい日本酒や焼酎だけでなく、ラムやスコッチ、ウイスキーなんかもある。本当に高山さんってお酒好きなんですね。昔から飲んでるんで。え？昔って言っても高山さんって若いですよね。ほら、2,3 年前でも昔って感じるでしょ。確かに学生の時と比べると最近の 2,3 年って早く感じるようになりましたね。そう、それ私ちょっと水割りの用意してきます。いろんな種類のお酒を飲み続けた俺はさすがに酔いが回ってきた。かなり酔っ払ってきました。何やってんの。頼みやら飲みよ。帰りたってくる。眠い。うつらうつらしているとテーブルに置かれたままの高山さんのスマホがブブブッと振動した。ん？何気なくスマホに目を移した俺の眠気が一気に吹き飛んだ。え？高山さんの学生時代と思われる写真がスマホの待ち受け動画になっていたのだが、見るからにヤンキーというよりレディースの格好をしていた。すげえ。てめえ何勝手に見てんだよ。すみません。どう落とし前つけるつもりだ。ああ、おわ、上着を脱いだってことは決闘するつもりか。俺喧嘩したことねえんだけど。私の秘密を知ってタダで帰れると思うなよ。はい。俺生きて帰れるのか。なんて思ったわけだが。だから私ってダメな総長なんだよ。俺は彼女がレディースチーム黒羅刹の総長だった頃の愚痴を延々と聞かされることになったのだった。厳しいお袋に反発してレディース入って意気がって総長になったけど、上には上がいたんだよな。茜はさ、私が戦う相手じゃなかった。昔から仲が悪かったというレディースチームベニヤ社の親衛隊長を黒羅刹のメンバーが総長である高山さんに相談なしに闇討ちし、その落とし前としてベニヤ社総長の茜さんと対マンすることになり、
そこで高山さんは初めて負けたらしい。リニア車窓長の話が気になった人は概要欄に URL が貼ってあるからチェックするクマ。ベニア社の配下に入ってこれで落ち着くと思ったけど、それが気に入らなかったメンバーたちが私が止めるのも聞かずに今度は新総長を襲いに行くし、またタイマーになって勝てると思ってたエリナにまで負けるしさ。それは大変でしたね。なのに茜もエリナも高校卒業したらベニア社きっぱり辞めちまったんだよ。私何のために戦ってんのか分かんなくなってさ、虚しくなって私もレディース辞めてみたものの、自分には何の夢も目標もなくて空っぽだって気づいたんだ。レイナさん、そん時におじいちゃんに、もう遊びは飽きたろ、もっと広い世界があることを知るべきだって言われてさ、頭にきて喧嘩になって売り言葉に買い言葉を重ねているうちに、大学入って卒業後にはおじいちゃんの会社で働くことになってた。あのタヌキ。そうですか。で、高山さんって会長のお孫さんなんですか？あ、言っちまった。まあいっか。あんたはそんなことバラすような人間じゃねえだろ。目見ればわかる。茜みたいなまっすぐな目してるから。対立してたベニヤ社総長の茜さんのこと本当は好きなんだな。でもさ、本当に私今まで小さな世界で生きてたんだって身に染みて分かったよ。悔しいけどおじいちゃんのおかげだな。きっと高山さんは俺よりいろんな経験をしてきたんだろうな。あんた、私がレディースの総長だったって聞いて引いたか？驚きましたけど引いてはいないですよ。それにレディースの元総長だって聞いて、だから男性の役職者に対してもひるまなかったり、みんなを黙らせるオーラをまとってるんだって納得しましたし。オーラなんて私にはねえよ。誰も私の言うことなんか聞きゃしねえし。俺は話を聞いていて、クロラ説の皆さんは高山さんのことが好きだったからこそ、総長である高山さんに何かしてあげたかったんじゃないのかなって感じました。方向性も高山さんの望みとも違っていたけど、彼女たちなりの考えがあったんじゃないかって。そうか。もしかしてプロジェクトチームのみんなと距離を置いているのもそれが原因なんですか？私はあんたたちとは違う、ただの雑用係だ。あんたたちの代わりは誰もできないが、秘書なんて誰にでもできる。俺はチーム付きの秘書が高山さんでよかったって思ってますし、みんなもそうですよ。高山さんがいなければこれほど円滑にプロジェクトを進めることはできませんでした。でも私なんか何も誇れるものなんてない。そんなことないです。秘書としての自分を誇ってください。高山さんは魅力的な女性なんですから。え、俺は高山さんの生き様を知ってますます素敵な人だなと思いました。もう喋るな。え、ほらもっと酒飲め。え、その後俺たちは再び酒を飲み始めたけど、頬を赤く染めた高山さんが可愛らしくて、恋の始まりを予感したのだった。さくら君か。夜分遅くに申し訳ございません。大丈夫だ。それで？どうやらレイナさんは真島さんと一夜を過ごしているようです。そうか、ありがとう。いえ、では失礼いたします。恋を知ってこそ人は成長するものだ、レイナ。やはり真島君をプロジェクトリーダーに起用したのは正解だったな。あの子なら傷ついたレイナをしっかり支えてくれるはずだ。俺は小野大輝、七熊大学に通う2年生だ。はーい。俺がドアを開けるとそこには可愛い女の子が立っていた。
隣に引っ越してきました、青山美沙です。どうぞよろしくお願いします。わざわざ挨拶に来てくれたんだ。俺小野大輝って言います。小野さんってもしかして七熊大生ですか？うん、2年生。青山さんは4月かな？はい、そうです。入学式まで3週間あるのにもう引っ越してきたんだ。私地方から上京してきたので、早くこちらの環境に慣れた方がいいと思って。俺も地方組なんだけど、入学式前日に引っ越したからバタバタだったよ。あ、そうだ、よかったらどうぞ。ありがとう。って、あれ？のっぽパンじゃん。うわ懐かしい、これすげー好きだったんだよな。一回工場閉鎖になったの知ってる？はい、それで地元のファンが立ち上がって、熱烈な復活エールや社内プロジェクトが発足して、再び生産されるようになったんですよね。そうそう。って、青山さんって静岡出身なの？はい、浜松なんでうなぎパイと迷ったんですけど、よりローカルなのと私が好きなのでのっぽパンにしちゃいました。挨拶の品っぽくないんですけど。俺も浜松。静岡ってでかいからさ、結構地方によって違うんだよな。うなぎパイも懐かしい。地元の話で盛り上がれるのめちゃめちゃテンション上がるな。同郷の子がいるのすげえ嬉しい。私もです。うわ、笑うとさらに可愛いな。これから仲良くしてもらえると嬉しいです。こちらこそ。それからミサちゃんは何かと俺を頼るようになった。あの小野先輩、お湯が出なくて。わ、パジャマ姿めちゃくそ可愛い。ガスの回線手続きはもうしたんだよね？はい、シャワー浴びた時はお湯が出てたんですけど、洗い物してたら出なくなっちゃって。うちのアパートお湯を使い続けてると出なくなるんだよね。え、そうなんですか？ガスの復旧作業してみよっか。もうお湯は止めてるんだよね？はい。俺はガスメーターのところに行き、復帰ボタンを押した。この復帰ボタンを5秒くらい押すと3分後にはお湯が出ると思うから。ありがとうございます先輩。サークルとかよくわからなくて、入った方がいいんですか？サークルは入っても入らなくてもどっちでもいいけど、入った方が友達もできるし楽しいかな。小野先輩は何のサークルに入ってるんですか？俺はフットサルのサークルだよ。つってもかなり緩いけど。先輩サッカー部でしたもんね。あれ、俺ミサちゃんにその話したっけ？はい、前にそんなこと言ってましたよ。そっか、俺前に話したこと忘れてたり、よく同じ話すんだよな。私もありますよ。そのフットサルサークルって私も入れますか？俺が入ってるのは男ばっかだけど、女子のフットサルサークルもあったかも。サークルで知らない人ばかりだと不安なので、小野先輩がいるところに入りたいって思ったんですけど。そっか、まあ女の子でも入れると思うけど、一応経験者ばっかだから初心者は厳しいかも。ですよね。マネージャーならなれるけど面倒だし嫌だよね。いえ、逆にマネージャーになりたいです。本当？ミサちゃんみたいな可愛い子がマネージャーになったらみんなテンション上がるよ。可愛いだなんて。ごめん。うわぁ、なんだこの雰囲気、急に緊張してきた。明日入学式に着ていく服、どっちがいいと思いますか？どっちも入学式っぽくていいと思うよ。それじゃ小野先輩の好みを教えてください。俺はグレーの方かな。ミサちゃんに合ってると思うし。わかりました、じゃあこれ着ていきますね。うん。この入学式の日って先輩も大学行きますか？俺はフットサルサークルの勧誘でビラ配りすることになってんだ。よかった。それじゃあそこで会えるの楽しみにしてますね。じゃあまた明日。ずいぶん懐かれたな。あんな可愛い子に頼られると俺も嬉しくなるけど。
大学入学後もミサちゃんは講義のシステムやテストについて聞きに来てくれたり、フットサルサークルでマネージャーとして活動したりしていたが、春休みの時よりは会う時間は少なくなっていた。ミサちゃん、どうしたの？実は帰ってきたら家が水漏れしてて。え、マジで？俺の方はなんともないけど。上の階からなんです。ちょっと見てもらえますか？うん、ミサちゃんの家に入るのは初めてだな。どうぞ。うん。って、うわ、ラグまで濡れてんな。上の人には連絡した？会ったことないんで、どんな人かわからないから怖くて、管理会社に連絡しました。上の階の人には引っ越しの挨拶しなかったんだな。それで？上の階の人も私が帰ってくる直前に帰ってきたみたいで、慌てて修理屋さん呼んだそうです。原因は聞いてる？トイレの水が溢れ出したそうです。うわ、最悪だな。てかそれめちゃめちゃ臭くなるし、壁や床の張り替えも必要になるだろうな。管理会社の人の話では、私に責任はないので修理代は持ってくれるってことだったんですけど、修繕が終わるまで滞在する宿泊代は支払えないって言われてしまって。そうなんだ。実家は静岡だから帰れませんし、まだ気軽に泊めてもらえるようなお友達もいませんし、私どうしたらいいのか。困ったね。だったら俺ん家泊まる？なんて言ったら絶対下心あるって思われちまうよな。だからあの小野先輩の家に泊めてもらえませんか？え？だってここからなら大学も近いし、何かあったらすぐに対応できますし。確かにそうだな。なのでダメですか？滞在している間お金払いますのでお願いします。いやお金なんていらないから。え、それじゃ先輩の家に泊めてもらえるんですか？俺は全然構わないけどさ、ミサちゃんは大丈夫？はい、全然大丈夫です。意味分かって言ってんのかな、それとも俺男として見られてないのか。それじゃ早速荷物持ってきますね。早っ。今日からお世話になります。早っ。でも床の張り替えがあるから、お泊まりセットだけじゃなく他にも運び出さないとね。あ、そうでした。こうしてミサちゃんとの同居生活が始まった。よし、荷物はこんなもんか。ベッドとクローゼットは残念だけど買い直した方がいいかもね。でも被害がこれだけで済んでよかったです。ミサちゃんポジティブですごいね。だってそのおかげで先輩と一緒に過ごせるんだもん。え？なんでもないです。先輩、夕食できましたよ。うわ、うまそう。今日は小野先輩の好きなハンバーグにしてみました。俺がハンバーグが好きなことよく知ってたね。あの学食でハンバーグ食べてるのをよく見かけたんで。そうなんだよな、行くとついハンバーグ選んじゃうんだよな。この味噌汁に乗ってる赤いのって何？ガワって知ってますか？カツオのたたきと梅干しと玉ねぎを薬味として食べる冷たい味噌汁なんですけど。ああ、ばあちゃん家で食べるやつだ。うわぁ、側が食べられるなんてめちゃめちゃ嬉しい。喜んでもらえて嬉しいです。このハンバーグもめちゃめちゃうまいし、ご飯も俺が炊くよりふっくらしてて甘い。ミサちゃん料理上手だな。はぁ、マジでミサちゃんが彼女だったら最高だろうな。大学に入ったら一人暮らしするつもりだったので一生懸命練習しました。俺なんて自炊全然できてねえわ。これからは毎日先輩のために美味しいご飯作りますね。ありがとう。最高かよ。先輩、先にお風呂いただきました。風呂上がりのミサちゃんも可愛い。って何考えてんだ俺。じゃあ俺も入ってくるよ。ミサちゃんは俺のベッドを使っていいから。え、でも先輩はどうするんですか？俺はお客さん用の布団あるから大丈夫。そうですか。ん？俺
なんか変なこと言ったか？こんな感じで可愛い後輩との同居生活は過ぎていった。ああ、今日のご飯もめちゃめちゃうまい。よかった。ミサちゃん、いいお嫁さんになるよ。できるなら俺の嫁になってほしい。私ずっと先輩に。ミサちゃんのスマホ鳴ってるよ。はい、もしもし。え、明日からですか？はい、わかりました。ありがとうございます。管理会社から？はい、今日で壁と床の張り替え作業が終わったから明日から住めるそうです。そうなんだ。明日は土曜だしちょうどよかったね。はい。あれ、元気ないな。その夜、俺は明日からミサちゃんが出ていくことを考えていた。あんなに可愛くていい子いないよな。ミサちゃんがいなくなると寂しくなるな。胸がギュッと絞られて切なくなった。ミサちゃんと一緒に過ごすうちに、いや、ミサちゃんが隣に越してきたその日から俺は彼女を好きになっていたのかもしれない。告白したいけど、振られた時のことを思うと勇気が出ないんだよな。俺には高校3年間付き合った彼女がいた。大学進学しても遠恋になっても2人なら大丈夫だと信じていたが、大学1年の夏に振られた。彼女との恋はいい思い出となったが、付き合ってもまた振られたらと思うと次の恋になかなか踏み出せない。その時、物音がして誰かが近づいてくる音が聞こえた俺は反射的に目を閉じた。この先輩。背中越しにミサちゃんの声が聞こえた。と思ったら、彼女の顔が近づいて、俺の方にキスをした。びっくりした。ミサちゃんが俺にキスした意味を考えてたら眠れなくなり、そのまま一晩明かしてしまった。悩んだところで俺が答えを出せるはずがない。思い切って、ミサちゃんに尋ねてみることにした。朝食の準備できましたよ。ミサちゃん、昨日どうしてキスしたの？俺はわざと軽い口調で聞いた。だって私たち付き合ってますよね。え？え？ミサちゃんが真っ赤になって叫び、家を飛び出した。残された俺は呆然とした。え？俺たち付き合ってるのか？告白した覚えもされた覚えもない。でも分かってるのは、ミサちゃんが俺を好きかもしれないってこと。そして俺がミサちゃんを好きってことだ。ミサちゃん、ミサちゃん、どこだ？あちこち探し回った俺は、ようやく公園のブランコに座っているミサちゃんを見つけた。やっと見つけた。あの先輩。あのさ、さっきのミサちゃんの言葉。私、あの先輩に秘密にしてたことがあるんです。秘密？ずっと自分は先輩の彼女だって脳内で想像してました。それでどうしてキスしたのって先輩に聞かれた時に、とっさに脳内彼氏に向かって答えてました。なんだそれ、可愛いかよ。俺もミサちゃんが彼女だったら最高なのにって一緒に住んでて考えてたよ。違うんです。違うって何が？私の小野先輩脳内彼氏歴は一緒に住む前からなんです。っていうか。口をつぐんだミサちゃんは小さく震えていた。大丈夫だから言って。実は私、小野先輩と同じ高校で、その時から先輩のことが好きだったんです。それで同じ大学の同じ学部受けて隣に引っ越して、そんなの知ったらドン引きですよね。そう、私は高校生の頃から小野先輩に恋していた。ああ、小野先輩が歩いてる。今日も推しが尊い。小野先輩の辿った足跡をしっかり覚えて同じ道を歩くんだ。ボールを追いかける小野先輩、素敵すぎる。ボールになって蹴られたい。けど、あの先輩は私のことなんて
気づいてもいないんだよね。私が高校入学した時には小野先輩にはすでに彼女さんがいて、卒業までずっと付き合っていた。現実では先輩と付き合うことはできない。だから私は小野先輩を脳内彼氏として妄想することにしたのだった。小野先輩には彼女さんがいるし、先輩が卒業したらこの恋からも卒業するって決めてました。でも全然諦められなくて、そんな時先輩が彼女と別れたって噂で聞いたんです。そっか。先輩に会いたい一心で受験勉強頑張って、親を説得して一人暮らしもさせてもらって、ようやく先輩に近づいたと思ったのに、私がストーカーだったって分かってキモいですよね。やっぱり私、隣の部屋には戻らず引っ越します。なんで？なんでって、私のこと怖くないですか？静岡から追いかけてきたんですよ。まあ正直驚いたけど、それだけ俺のこと好きなんだって嬉しかったよ。先輩は分かってません。私本当にキモいんです。先輩の歯ブラシを見てテンション上がって持ち帰ろうかと葛藤しちゃうし、先輩のレアショット見るたびに写真と動画撮りたくてたまらなくなるし、実はちょっとだけ撮っちゃったんですけど。撮ったんだ。すみません。余罪は？脳内ではもういろいろとんでもない妄想しちゃってます。先輩がかっこよすぎてたまらなくて。そこまでバラしちゃうんだ。いや、詳細は本当勘弁してください。確かに好きでもない子にされたら引いちゃうかもしんないけど、ミサちゃんがそういうことしてたんだって思ったら可愛いなって思ったよ。それは嘘です。だって先輩の残したものとかお持ち帰りしたいんですよ。やってほしくないこともあると思うけど、それでもそんなミサちゃんが可愛いって思っちゃったんだよね。私の推しが尊すぎる。ミサちゃんが実はこんな子だったって知らなかった。それは可愛い後輩に思われたくて頑張ってたからです。こんな私だって知って嫌いになりませんか？ん？大好きだけど。あー、ずるすぎる。ずるすぎます、先輩。ミサちゃん可愛い。もう可愛いとか言わないでください。あまりの幸せに天に召されそうです。行かせないよ。ミサちゃんは俺と一緒に暮らすんでしょ？はい。可愛らしいミサちゃんも好きだけど、俺のことが好きすぎてパニクるミサちゃんはもっと可愛くてもっと好きになった。キスしていい？ダメです。顔が近すぎて失神しそうです。ミサちゃんは勝手に俺にキスしたのに。それは仕返し。かっこよすぎる。え、ミサちゃん？普通の恋愛にはならなそうだけど。おー、成瀬、久しぶり。同じ大学でも学部違うし、校舎離れてるからめったに会わないな。そういや俺、同じ高校の一個下の彼女と付き合ってんだ。大学同じでさ。なんて名前？青山美沙ちゃんって言うんだけど、知ってる？え？小野のストーカー？え？ああ、ごめん。今のは忘れてくれ。いや、美沙ちゃんが俺のストーカーだったってのは知ってるからいいんだけど、なんで成瀬がそれ知ってんの？学校で有名だったぞ。すげえ可愛いのにいつもオノマート追いかけて妄想してる残念美少女って。そうだったのか。そんなに有名だったとは。さとこちゃんが青山さんのことを口止めするようにオノの周りの奴らに頼んでたけど、気づかないオノも鈍いよな。ああ、全然気づいてなかったわ。まあ何にせよ青山さんと幸せになったんならよかった。実らない恋って分かっててもストーカーしてる青山さん見てて切なかったからな。そっか。2年間ずっとミサちゃんに気づいてあげられなくて申し訳ない気持ちになったけど、これからは俺がその分も合わせて彼女を大切にしていこうと思った。
俺の名前は五十嵐雅人。普通の会社員だ。未だ独身の俺は学生の頃から親に耳がタコができるくらい嫁候補のスペックを聞かされていた。才色兼備、高学歴、可能なら令嬢など様々な無理難題のスペックが並べられた。おかげで今まで紹介した彼女は全敗。そしていつの間にか彼女を作るのが億劫になり、ぼっちを楽しんでいた。それがある日、親から見合い話を持ってきたと嬉しそうに日取りを言われ、断る余地がなかった。そして今、なぜか高校時代に俺が嫌っていた女子、春日美雪が目の前にいる。あの頃の面影はあまりないか？まあ、あの頃はド金髪に派手な化粧だったからな。年齢を考えれば落ち着いて当たり前か。なぜ春日美雪を嫌っていたかというと、彼女は当時、レディースの総長をしていて、理由はわからないが、俺をうざいくらいからかってきていたからだ。その割になぜか成績が俺よりも良く、俺の中では気に食わない嫌いな相手だった。最近は天気が良くて過ごしやすいですね。五十嵐さんはお休みの日、どんなことをして過ごしていますか？いや、俺は特に何も。じゃあ趣味とかはありますか？私はよくウィンドウショッピングをするんです。俺は仕事以外ではあまり外に出ないので。少し外を歩きませんか？はあ。外に出たところで元レディース総長なんかと話すようなことは何もないんだがな。もうすぐ春ですね。この時期になると思い出すことがあるんですよね。思い出すこと？ええ、高校の頃です。とても臆病な男子生徒がいて、私はついついからかってしまったんです。今考えてみると、不登校になってもおかしくないレベルだったと思うのですが、それでも彼は休まずに学校に来ていて、なんだか尊敬しました。ん？それってもしかして？久しぶりに再会しましたが、あの頃と違ってすごく男らしくなったね、五十嵐。気づいてたのか？当たり前じゃん。話をもらってすぐに気づいた。あれだけからかってやったんだ、忘れるわけがないでしょ。マジかよ、嫌な予感しかしない。まああの頃のことは謝るよ。悪かった。簡単にはいかないと思うけど、私も若気の至りだったんだ。どうか許してほしい。いや、まあ俺もお前に会うまでほとんど忘れてたし、気にするなよ。本当か？そう言ってくれて嬉しいよ。とりあえずお見合いってことになってるけど、友達からやり直さない？その後で判断してくれると嬉しいな。いや、お前はどうなんだよ。俺と見合いだぞ。嫌じゃないのか？嫌だったら話が来た時に断ってるよ。私は別にあんたのことが嫌いでからかったりしてたわけじゃないし。え？なんて？なんでもない。とりあえず連絡先交換しようよ。友達から始めるなら都合のいい時に遊んだりしよう。まあいいけど。じゃ、暇な時に連絡するから。帰宅すると俺はすぐに両親に見合いのことを問い詰められた。うまくいったかどうかなんて正直わからないが、みゆきの方から友達ということで連絡先を交換したことだけは伝えた。すると父が、あんないいお嬢さんは他にはいない、彼女こそ結婚相手にふさわしいと結婚することを強く勧めてきた。あいつの何を知ってるんだよ。今まで俺が紹介した彼女の方が普通に良かっただろう。俺は適当に返事をして部屋に引きこもった。急に呼び出したと思ったら、なんで俺が荷物持ちしてるんだよ。え？だって暇だったんでしょ？だったら付き合ってよ。休日だったので家でゴロゴロしていたら、みゆきから突然電話がかかってきた。お願いだから早く来て、助けてと言われ、何かやばいことでもあったのかと急いで来てみたら、満面の笑みで俺を待ち構えていた。そしてそのままいろんな店に連れ回され、こうして大量の買い物袋を持たされている。あんな言い方されたら驚くだろう。せめて普通に呼び出せよ。だって五十嵐、買い物に付き合ってって言ったら絶対来ないでしょ。え、まあそうだけど。ほらね、だったらあれでよかったんだよ。
頼むからああいうのはやめてくれ。心臓に悪い。お前に何かあったのかと思っただろう。え、心配してくれてるの？あ、いや、深い意味はない。お前だって一応は女なんだ。何かあっても不思議じゃないというか、なんというか。俺は一体何を言ってるんだ？まあお前なら腕っぷしも俺よりはあるだろうから、いらない心配だったかもな。あ、喧嘩売ってんのか。冗談だよ。本気になるなって。私だって別に好きで装置をしてたわけじゃないんだよ。あれには事情があったんだ。事情？あの頃好きでレディースに入ったんじゃないんだ。そのなんていうか、自分は強く見せたくて成り行きで入ったんだよ。喧嘩も大して強くなくて、言ったらマスコットみたいな存在だった。そんな時に、その時の総長が遠くへ引っ越すことになってね、私に白羽の矢が立った。私は弱いから総長なんてできないって言ったんだけど、お前ならみんなの士気も高まるからって無理やりね、なんてね。信じちゃった？な、嘘なのか？それは教えられないな。さ、次の店行くよ。いい休憩になったでしょ。もう二度と騙されるもんか。だから、ん？変に気になるような言い方をして呼び出すな。楽しいでしょ？楽しくないわ。お前、あの頃と全然変わってないな。見た目が変わったから少しはマシになったのかと思ったら、全然そんなことないじゃないか。まあ、これは私の性格だし、しょうがないよね。帰る。来たばっかだし、少しくらい付き合いなさいよ。知るか。帰るったら帰るんだ。ケチ。五十嵐の好きそうな映画に行こうと思ってたのにな。それはあの巨匠と言われている監督の新作ホラー。さ、行く？行きます。それじゃ、レッツゴー。今度はなんだよ。確かもうすぐ誕生日だったよね。何かプレゼントを買ってあげようと思って。いりません。せっかくクルージングディナーも予約したのにな。無駄になっちゃうな。わかったよ、行きますよ。そう来なくっちゃ。今日は私のお父さんの誕生日プレゼント選ぶの手伝って。それ別に俺じゃなくてもよくね。私は五十嵐のセンスがいいと思ったから頼んでるのにな。なんだよそれ。俺よりセンスのいいやつは他にもいるだろう。そうかもしれないけど、私的には五十嵐がいいの。もう好きにしてくれ。毎度毎度心臓に悪い呼び出しをして、みゆきは俺をどこかへと連れ回す。次第に俺もそれに慣れてしまい、いちいち反応せず呼び出しに応じるようになっていった。あの頃とても嫌っていたはずのみゆきが、近頃は本当に友達なのかと思うくらい親しくなった気がする。ただ性格はあの頃とそれほど変わっていない。だからもし俺がみゆきに気持ちが傾き、結婚を意識するようになったら、ひどい捨てられ方をするのかもしれない。そう思うと素直にみゆきの行動を喜べなかった。なんだかんだ付き合ってやってる俺ってお人よしだよな。ん？何を見てるんだ？おまわりさん、こっちです。早く来てください。すみません、ありがとうございました。おう、気をつけろよ。おい、大丈夫か？うん、ちょっとビビった。ちょっとそこの公園寄って休憩するか。うん。どれがいいか分かんなかったから水にした。うん、ありがとう。あの話本当だったんだな。あの日話していた総長になった経緯を思い出した。あの時は嘘だと思って信じなかったが、さっきのみゆきの様子を見たら信じるしかない。みゆきは喧嘩ができない、むしろ怖いとさえ思っているようだった。私ね、小学生の頃に初恋をしたんだ。え、急になんだ？さっきの学生みたいに私がいじめっ子たちに囲まれちゃって、小さくなって泣いてたの。そうしたらどこからともなくやってきた男の子が間に入って、私を助けてくれた。そのせいでその子はボコボコにやられちゃって、それを見てまた私泣いちゃったの。なんか身に覚えがあるような。
その子は腫れた顔でにっこり笑って、もう大丈夫って私の頭を撫でてくれたの。それが本当にかっこよくて、気づいたら好きになってた。その後すぐにその子の親が迎えに来ちゃって、その子の名前を聞きそびれたの。私はどうにかしてお礼がしたくて、親に頼んで調べてもらった。そうしたらその子は隣の学区でさ、なかなか会えなかったんだ。でもどうしてもその子に会いたくて、その後もいろいろ調べてもらって、受験する予定の高校を私も全部受験した。そのためにたくさん勉強したおかげで、そこそこ頭が良くなったんだよね。ぐっ、嫌味かよ。違う違う、それだけその子に会いたかったの。必死に勉強して、どの学校もちゃんと合格して、その子がどこに合格して入学するのか調べて、私もそこに入学した。まるでストーカーだな。本当そう、あの頃は必死だったから全然気づかなかったよ。それで入学してやっと出会えたその子は、昔の面影をそのままに大きく成長していた。でもなんだかすごく暗くて、話しかけたいのにうまく話しかけられなかった。だからたまたま誘われたレディースに入って、気を強く持てば簡単に声をかけられると思った。安直な考えだな。てかレディースにたまたま誘われることなんてあるのかよ。まあその時の友達がちょっとそこを悪くてね、チームを大きくするために友達を誘ってるって言ってたから、それに乗っかったの。ってことはレディース自体そこまで強くなかったのか。どうだろう、前の総長は伝説残すくらいだったからそこそこ強かったんじゃない。私はからきしダメだから、みんなに守ってもらってたけど、ある意味ではそれも伝説だったかな。じゃなくて話がそれちゃったよ。ああ悪い悪い。それでその男のことやらに声はかけられたのか。それがね、レディースに入ったせいで逆に強くなりすぎちゃって、またしたらちょっかいしかかけられなかったのよ。そのせいでその子に嫌われちゃってね、目が合うだけで睨まれちゃうようになったんだ。やっぱりこの話って薄々思ってたけど、それってやっぱり分かっちゃったよね。うん、そうだよ。その男の子は五十嵐のことずっと好きだった。だからご両親にまで根回しして機会を伺ってたんだよ。だから俺が彼女を紹介しても断られ続けてたのか。悪い。でもそこまでする必要なんてなかっただろう。お前が普通に接してくれてたら俺だって嫌ったりしなかったのに。そうだよね、私がもっと普通にしてたらこんな遠回りはしなくてよかったよね。でも勇気がなかったの。その勇気をもらおうと思ったら全然違う方向に行っちゃって、どうすることもできなくなってた。好きなのに意地悪してどんどん嫌われて、でも大学進学とか考えてるなら勉強もしなきゃって頑張ったらますます嫌われて、レディースもすぐに辞めたかったけど総長なんかになっちゃったから辞めるに辞められなくて、諦めようって何度も思った。でもなかなか諦められなくて、最後にお見合いっていう形で会って完璧に振られたらすっきりすると思った。でも気づいたら友達からってことになってた。ごめんね、迷惑だったよね。重いよねこんなやつ。そりゃ嫌いになるよ。別にもうあの頃とは違うし。え？だからもうあの頃みたいに嫌いじゃない、むしろ割と好きだと思う。本当に？本当に怯えたり笑ったり楽しそうにしてたり、いろんなお前を見てたら考え方も変わったの。嬉しい。だから
俺と結婚を前提に付き合ってください。そう言うとキラキラとした笑顔でみゆきは俺を見上げてうなずいた。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。